ないけど、なんか落とし穴っぽいな、あれ。よし、あれも落とし穴っぽいな。何やここ。多分あっこに怪力で。お、やっぱり。ああ、もう、引いてもうた。これぐらい俺だってわかる。来んなよ。よし。インコースを走っていくぞ。ん？あ、ここに扉があった。なんや、ここ謎解きか。謎を解けと。あ、マウスカーソル、ごめんなさい。いや、地図見てるんですけどね。天を仰げ、されば道は示されん。その下に小さな文字で何か書かれている。視点を切り替えたいならば、L ボタンと R ボタンを両方長押しをするといいだろう。ああ、ちょっとメタ的な。天を仰げ。ってことはそういうこと？単純にこういうこと？ここでリレミト使え？いや、絶対嫌。絶対嫌。釣りや、それは。あ、そういうことか。ってことは、石像を、あそこに持っていけばいいわけ？あれちゃう？え、どう？そういうことか。これで X 軸を指定し、もう一個の方で Y 軸を指定してるわけか。やっとわかったよ、お前ら。待たせたな。
で、この二つが交わるところの岩が飛ぶわけか。こんな簡単な問題わからないなんてな。俺としてことがどうかしていた。うぃお、なんか普通にクリアできたじゃん。なんか簡単じゃねえか、ここ。楽勝だぜ。え？ちょっとお前回復できた、嘘だろ。ゼシカの MP がもうねえぞ、あいつ。キャナルコだと？あ、無理や、これ。蒼天魔山。脇の像を調べてみる、回復できた。マジか、ちょっと待って、作戦変えよう。ゼシカ、お前はちょっと俺に命令させろ。それか、もう全員命令させてもらおうか。え、わかんなかったよ、普通わかる。だから初見プレイやいで、わかるんかい、そんなすぐにな。いや、でもこれはちょっと、負けイベントにしてはちょっと弱いから、多分勝たなきゃダメだろ、これ。ちょっと待って、ここはじゃあ溜めさせてもらおうか。溜める、そしてゼシカが、まあ、最悪もこれ誰かが死ぬってのも考えないと。聞いてくれ。なに？こいつ女体勢あるな、なかなかに。てことは、貯める。ゼシカはちょっと防御してもいいけれども、もう一発何か、呪文が使えないから、もう防御しかないな、ゼシカも。で、ククールはベホイミでゼシカを回復。ああ、まあ、オッケー。あ、でも勝てそうだね、これ、普通に。トラップボックス側がちょっとダメージソースがなさすぎるというか。仲間とか呼んできたらまた話は違うけど。いや、置物だからこそベホイミしないと。貯める。これククールちょっと一回自らを回復しとくか。さあ50。まあオッケー、あ、勝てるわ。で、モコはからの、え、何も使えない。これは弓じゃないから槍を持ってないからか。リアンガスは、いや、蒼天魔撃の方がいいやろ、これ。カブト割れで行くか、それとも。蒼天魔撃？蒼天何これ、魔撃？蒼天魔山。カブト割れにするか。いや、魔山の方がいい気がする。マザンで行こう。ゼシカもちょっと一気に行こう。で、ククールはもうやっぱり万全をか、おわっ
うわー、危ねえ。やべ、ケチってホイミにしてたから、なんかちょっと危ねえな。なんかこれが効いてくれるはずだ。よー、195。これでも残り HP とか考えたらもう一気に行った方がもう早い気がするんだけどな。モコは攻撃しとこうもずっと。いや、モコはちょっと待って。呪文でベホイミに自ら回復。で、ヤンガスはやはり溜める。ゼシカはもうひたすらヒップアタックで、ククールはククールで、やっぱあれだ、ヤンガスだな。うわぁ、危ねえ。ククールもそろそろちょっと危ないな、MP が。てか、危ないっていうか、もう使えない。攻撃するしかない。あ、攻撃っていうか、なんか MP 吸うやつすればよかった。メダパにやばい、これやばい。あ、やば！あの頭のいいククールが、まさか混乱になるとは。ちょっと待て。まあもう無視でいいや。妖精の矢。なんかでも普通に勝てる気がする。いや、今逃げるだけならいい。味方に攻撃とかされたら最悪やねんけど。これは、よし。あと次のヤンガスの一撃でも勝てるやろ、でも。ネクストヤンガスで。多分いける。わー、危ねえ。終わり。終わらない？そうか、やっぱゼシカは強いじゃなきゃダメなのか。いや、でももうでもそろそろ終わるやろ。あ、やばやばやばい、ヤンガス。あー、危ねえ。前二人でな、頼りになるのはな。37ダメージ。あー、ゼシカに行っちゃったよ、もう。まずくないか、これ。もうゼシカは最悪諦めよう。モコウとヤンガスだけは死んではならない。じゃ、ゼシカ防御しとくか。ラリホ。よし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 。あー、ククールダメだ、あいつ。ククールもうダメだ、こいつは。使い物にならない。これで行ってくれ。行かない、マジか。いや、負けイベントじゃないやろ、これ、どう考えても。たぶん、まだマミー ×6 とかの方が強いと思うよ、これ。でも、できればやっぱみんなで勝ちたいから、ゼシカも回復させて、ゼシカ防御。メタパニまずい、これまずいまずい。あー、やばい、ゼシカも。ゼシカもやばい。なんだかんだやっぱヤンガスは頼りになるな。ゼシカとククールちょっと。ラリホ、かわしてくれ。あ、あー、やばいな、これ。ヤンガス。もうヤンガスだけや、もう。まともなの。もうめ、ちょっと待って。マジで。あ、もう魔人斬り使えない。うわ、やば。あ、混乱解け、眠れ解けた。これ混乱って結構長く続きよるな。ラリホ。うわー、ついにヤンガスもやられたか。確かに転生ボーイの方が全然良かった。しまった、俺としたことが。うわー、どうしよう。もうこう、貯めとく？それとも呪文？いや、呪文やな。いざという時のために。ヤンガスは死なせられん。あー。
だがしかし奴は四天王の中でも最弱。これまずいなお前。あ、ヤンガス目覚ました。あとでもね、ヤンガスとモコでテンション攻撃だけしとけば勝てる気がするねんけど、あゼシカがもうおとなしくしてくれればな。あ、ワニに帰った。ちょっとゼシカおとなしくしてくれんかな、マジで。うわ、やばい。ヤンガス次のだから一撃次第では持っていかれる可能性も。これでももう次で攻撃に転じるか。多分次でもいける気がするよ、もう。多分いけるいける、これ。あ、いったいったいった、わかったー。これ、ククールもったいない経験値。エイトってだって、経験値分散されませんよね。まあ、またそれは一匹分といえばね、千ポイントは。クールはちょっとこれを得られなかったらもったいないな。そしてゼシカはまあ結構どうでもいいところでレベルアップ。ダンジョンのほんとね、終盤の方でレベルアップってなったら美味しいねんけど。お、ビーナスの涙、あ、持ってたね、ちゃんと。まあ、今回の案件ってやっぱヤンガスが、まあ、あれかな、ヤンガスの、ヤンガスが主人公ですからね。まあ、そういった意味でやっぱ一番活躍したっていうのは。あの黒は、足も青くてね。よし、帰るか。もうここには用はない。モンスターメモのやつ多分一匹も集めてないと思う。うわ、来とる来とる。うわ、来んな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 。っていうよりかは、もう戻ってもいい気がするけど、まあいいや、ここは、でも歩いていける距離だから、まあ歩いていくか。こいつ早いな。で、その、なんか、ゲルダはどうなんでしょうね。ゲルダの気持ちは、ゲルダのヤンガスに対する気持ちっていうのはどうなんだろう。ゴミ同然かな。でもなんか、さっきのなんかやりとり見る限り、まあ、ゲルダは、その、まあ、ヤンガスを完全に拒絶するっていう感じでもなかったよね。さあ、取ってきてやったぜ。約束通り、お姫様お返しやがれ。
あれ、なんか缶桶があるな。なんだこの、誰だこの缶桶。もう捨てちまおうぜ、もう。いやー、ゲルダさん、こんなところでのんきにネットサーフィンとは。よろしゅうございますなー。俺たちが必死しごいで死にかけながらヴィーナスの涙を探してきたっていうのによ。あんたはこんなとこでお前このなんか、椅子に座ってのんきにパズドラやってんすか。いいご身分ですね、ゲルダさん。何？じゃあ今考えた。やっぱりあの馬は返せないね。この石ころはあんたたちに返す。何？馬は返す。返すと言ったが、その日付と時間をまだ指定してないとこでこか。この女め、俺たちを騙しやがって。最悪な女やこいつ。クズね。お前の言う通り、あの時の約束を破ったのは悪かった。お前が俺に腹を立てるのも無理はねえ。でも今回のことは俺一人の問題じゃねえんだ。仲間のためにも引くわけにはいかねえ。この通りだ。ああ、俺はどうなってもいいから頼むから、あの馬を返してくれ。本当に申し訳ないと思っているなら、たとえ皮を焼き、骨を溶かす鉄板の上でも土下座ができる。じゅわー、焼き土下座機、強制土下座機。なんで俺噛んじゃうんだろうな、大事なところで。やっぱどもりですからね、僕はもう天性の。もうそういうどもりっていう病気持ちなんで、もうしょうがないんですよ。ああ、そんなびっくりするのか。これ俺なんかしょっちゅうやってるけどね、土下座なんでね。わかったからもうやめな。大の男が簡単に頭なんか下げるもんじゃないよ。それじゃあ、あんたを困らせてやろうと思ってたけど、バカバカしくなってきたよ。あの馬のことは好きにすればいいさ。でもその代わり、ヴィーナスの涙はやっぱりもらっておくよ。それが約束だったんだからね。絶対でもこっちの方が高く売れるよな。ああ、もちろんだ。ありがとうゲルダ。それと本当にすまなかった。ったく、欲しいね。これでもう用は済んだろう。どこへなりと行っちまいな。やべ、ククールのコメントが聞きたかったな、ここはな。生き返らしてやるか。あ、生き返ったあれ、生き返ったぞ、いきなり。実はゲルダ様から前もって馬を返す準備をしとけって言われてたのさ。なんで急に生き返ったな、あいつは。なんだかんだ言ってゲルダ
田様、あんたらがヴィーナスの涙を持ってくるって信じてたみたいだな。ゲルダのやつめ、ちっ、水くせんだよ。させてすまんかったの。これからはいつでもわしが一緒にいてやるからな。もうお前を残して酒場に飲みに行ったりはしないと約束するぞ。おっさん、いつの間に。さてこっちはいつでも出発。そういや、いい加減留守にしてた情報屋の旦那が帰ってきてもいい頃だな。おっさん、とりあえずもう一度パルミドへ戻ろうぜ。どこへ向かうにしてもノルマリスの野郎の行く先を知らなきゃ話になんねえだろう。できればあの町には二度と近づきたくないんじゃが、仕方ない。アルミドに戻るとするか。なぜ？あのためだけに出てきたのか。そしてまた関係に戻ると。ちぇ、なんだよ。そこどこ、まあ、いや、ルーラーで戻るかも。生き返らす手間が省けたと思ったんだがな。プチアーノまだ倒してない。あの、モンスター目も全然、あの、やってない、俺まだ。まあ、とりあえずまず教会行こう。でもまだだってモンスターメモあれクリアできへんのやろ。やべえ、7000円持ってる。これをスロットにつぎ込めば。いや、いかん、待て。ダメだ、俺はそんなことやってる場合じゃない。スロット打たない。今日はスロット打たない。ボス用の槍買っとけって。ああ、槍買うか。じゃあ